過去には69周年そして71周年と2度のこの大会を制している平原。さあ5番の増木上がっていく、うちが一番期待を下げました。さあ番手は3番の平原浩太、あとは6番園田拓実、ここは短期の競争不動会、現在園田3番手、4番手に期待勇気、期待が4番手から孵化して上がっていきます。さあ増木拓実のスイッチ入った、もがき合いだ、インから5番の増木、外は1番の期待勇気、もがき合い、5番1番ともがき合い、おっと4番車落車、松谷落車してしまいました。さあ5番の増木拓実先行です。2番手は3番の平原浩太です。1番の北井勇気も交代。さあ3番手に9番の東内義人も、あとは2番に行ったが中段からまくった、一気のダッシュの効いたまくり、5番の増木はあっという間にまくった、新田雄大、後ろは小松崎、あとは佐藤慎太郎、福島トリオで直線です。新田先頭だ、新田先頭、小松崎が迫って追い込んだ。8番2番7番あたり、待っているのは新田雄大、7番の新山、そして8番の庄司、遠くの3人上がってきた5番小林大成、新田と並んできました、かわして残り2周の赤番です。5番の小林大成が先頭、外に待って4番の蛭田総一郎、蛭田と1番の柏野、さらに9番の池田亮、中国勢上がってきました。さあ5番の小林大成叩いた、4番の蛭田総一郎が先頭、2番手1番柏野智則、9番の池田亮、中国勢3人が前段と変わって、小林大成4番手、6番の村上が中段で、3番の新田雄大が現在7番手、東北勢後方に置かれております。新田来れますかどうか、フル回転4番の蛭田、さあ新田7番手、中段から先に小林大成が巻っていく、小林大成いい感じ、1番の柏野ブロックの牽制をかく、くぐり抜けた5番の小林大成、新田外に振られてどうか、現在中段直線に入りました、5番の小林先頭に勝った小林大成です。2着突っ込んだか新田雄大、そして1番の園田、この辺が九州の2人。さあ上がってきた5番の藤井優吾、内側2番の新田雄大、ここですんなり車を下げました。今度は中段あたりから4番の立部風磨、立部が園田を連れて上がってきました。外は3番の小林大成、小林大成と9番の宿口、関東両者が上がってきました。そして4番の立部がこれで3番手、園田がいて九州の2人が3番手4番手、2番新田は中段5番手、8番手から藤井優吾ダッシュをかけていきます。さあ前の3番小林大成も踏んでおります。外から5番の藤井優吾かぶせて主導権だ。2番手は6番の柴崎俊光、5番6番とこの辺が中部の2人、あとは車間が空いて3番の小林大成、4車身相手の3番手、後ろには新田雄大となっている宿口がその後ろ、後ろからは1番の園田も現在中段あたり直線に入りました。5番の藤井先頭だ。さあ内から2番、さあ5番か、藤井優吾踏ん張ったか。ここはもう一発勝つ競争です。期待まだ候補だ。この間に上がっている藤井と4番の蛭田並んできました。ここで9番の藤井が前に上がりました。さあ勝負どころ、残り2周の赤番です。藤井優吾前に出て6番の柴崎、中部両者、外から8番の中釜、3番の東口、今度は2番の期待が一気に短期できました。さあ金が入った、期待が飛ばして、さあ3車身ぐらい空いて、新田が2番取って佐藤慎太郎、あとも空いて中釜、後ろは3番の東口、あとはずっと9番6番4番7番置いていかれた、ラスト1周を切りました。さあフル回転、期待が先行です。1人で逃げていく、持つかどうか新田雄大、さあ差を縮めて、さあ番手から出ていきました、追いついた、期待をまくるような感じだ。あとは佐藤慎太郎、やはり SQS3 か、直線です。新田が先頭だ、佐藤慎太郎食い下がった。新田雄大1番5番8番あたり、やはり強い新田雄大、それがお前の全てを知らぐ、ヘッド